農林水産副大臣は、日本の農林水産省を担当する副大臣。中央省庁等改革基本法に基づく、中央省庁再編に伴い、2001年1月6日に、設置された。同日付で、第2次、森改造内閣が発足し、衆議院議員の松岡俊勝と参議院議員の田中直樹が任命された。 農林水産大臣からの命を受け、政策や企画の立案、政務の処理などを担当する。国家行政組織法に基づき、定数は2名で運用されている。ただ、常に2名同時に任命するわけではない。第一次、小泉内閣では、衆議院議員の遠藤武彦と参議院議員の田中、直樹が任命された。しかし、2001年9月21日に田中のみ、 退任し、公認に、参議院議員の野間久が就任した。また、第二次、小泉改造内閣では、衆議院議員の岩永峰一と参議院議員の常田、徹章が任命された。しかし、2005年8月11日に岩永のみ、退任し、公認は置かれなかった。また、第三次安倍第二次改造内閣では、 衆議院議員の斉藤健と参議院議員の磯崎洋介が任命された。しかし、2017年8月3日に、内閣改造に伴い斉藤のみ退任し、同月7日に、参議院議員の谷合正明が任命されるまで一名空席とされた。農林水産副大臣としての在任日数が、最も多いのは、筒井信孝である。筒井は寛大一時改造内閣にて、 農林水産副大臣に任命され、それ以来、関大二次改造内閣、野田内閣、野田第一次改造内閣の、慶四内閣にて、農林水産副大臣を務めた。ありがとうございます。